王の勇気は日本のプロレスラー。リングネームはカツオ。北海道七江高等学校ではラグビー部に所属。2004年にドラゴンゲートに入門。先にデビューした高木慎吾、BB ハルク、戸沢明とは同期入門。2005年10月5日、本名の王の勇気で後楽園ホール大会のタイドン富士戦とのタッグでデビュー。試合後、富士に サザイさんのカツオに似ていることからカツオのリングネームで活動。2006年7月2日ワールド記念ホール大会にて戸沢塾入りを表明。同時にリングネームも本名の王の勇気に戻した。2007年7月から突然行方不明になった。原因は8月から開催されるタックリーグに自分の名前がエントリーされておらず、そのことについてコラムや 公式の掲示板を使って会社批判をしたにもかかわらず会社からは何の連絡もなし。それに切れた大野が道場から家でした。そして普通に戻ってきた。2008年に入ってからは戸沢塾内で戸沢とメタボリックブラザーズというユニットを結成したが、ネックス2周年興行で戸沢のダイエット宣言により解散。以降登場回数は減る。 2008年8月26日に地元函館での興行でサイバーコング相手に外旋試合を行うが敗北。その後ドラゴンゲートを退団。公式掲示板でも会社への批判が書き込まれた。2008年8月31日の博多大会でサイバーコングシートとして復帰。マスクで顔を隠しているので蘇生はわからないが観客からはカツオ等の声援が飛んでいた。 体型や声、独特のマイクパフォーマンスで本人とわかる。戸沢塾のメンバーや谷崎に対して敵意を燃やして10月5日の博多スターレーンで、ガンマ、堀口元気、神田博之と組、戸沢塾と名古屋式イルミネーションマッチで激突して、最初に脱落するものの狂気攻撃などで試合中に介入して勝利に貢献した。その後は、 試合数も少なく、シングルでもほとんど敗北していたため、セコンドとしての役割の方が多かった。12月21日、神戸三望ホールで行われた、谷崎直樹とサイバーコングのマスカラコントラ、壁ジェラマッチで一途間攻撃をサイバーに誤爆させてしまい、サイバーが敗北するきっかけになってしまう。しかし、納得のいかないサイバーが、再試合を認めさせるために、シートのマスクを剥ぎ、 シートはリアルハザードを追放される。12月22日に行われたネックスの興行に素顔で参戦したのを最後に姿を見せなくなった。2010年11月18日沖縄プロレスに入団してウルトラマン号として登場。正体は未公開ながらラジオ番組で自ら本名を口走ってしまったりしたことなどから当人とわかる。2011年11月 契約期間満了に伴い対談。2012年より北斗プロレスを中心に活動。道のくプロレスなど他団体のマットにもフリーで上がっている。12月のドラゴンゲート札幌大会の大礼試合にも出場。2013年1月12日付で道のくプロレスに正式入団。正規軍の一員として活動しており、コスチュームには腹部に、 団体のロゴが入ったものになっている。また、対戦相手に、ヤッペーマン3号が公的手であり、非常に燃え、いない場合には、試合放棄気味になる。入場曲は、戸沢塾のアレンジバージョンである。2014年より、古傷の左膝を手術することを決断。復帰までは9ヶ月かかるという。欠場中に、宅地建物取引士試験を受験し合格。 2014年11月1日、八幡大会にて復帰。試合は3号にヒップドロップをかわされた後丸め込まれ、破れる。2015年1月4日、地元函館にバーカツオ S ハウスを開店する。2016年に契約解除。2016年にカツオが北海道函館市に設立したプロモーション。年間10大会開催を目標と抗言。 2018年は8大会を開催。2019年は11大会を開催。旗揚げ3年にして目標達成。函館市及び周辺市町村で定期的な工業を開催。チャリティ大会や神社での放納プロレス、函館競輪場内での試合など地域に根ざした地道な活動を行っているほか、2018年よりジンギスカンプロレスを開催している。 主な参戦選手、ありがとうございます。